ペロペロすんなよ。見張ってないと。パパ。なんか入ってる。見せて。これ事件だ。なんかそっちのネタが載ってないやつ。今回は今ねネットとかでもねニュースでもいろいろ騒ぎになってますが、スシローの問題です。スシローでね今いろいろとやらかしてる人間がいて、なんか大問題になってますよ社会的。ということでね、私たちねスシロー行ったことないじゃん。くら寿司とかはま寿司ごくたまに行くけど、その中でもスシローに関してはパパもマジで行ったことない。一回もなんか一回行ったんだけど寿司ネタがなくてどうのこうのでやめたんで確か。ってことでね、スシロー行ったことないから今回スシローで食べてもらって、で醤油こうペロペロしたりとかいろんな問題があったわけだけど、で衛生面的にもねどういうシステムなのかとかさ、どう変わってるのかとか知らないけど見てみたいよね。最後また入ってきてスシローのこういうとこ良かった、こういうとこはあんま良くなかったっていうことを感想述べよ。ということでじゃあスシロー行きたいがはいなんです。王じゃねえんだ。ごめん、こっちとのそのテンションの不一致があったわ。レッツゴー。何？はい、はい、頼んで頼んで。はい。寿司ロー初めてだからパパわかんない。俺も寿司ロー初めて。ペロペロすんなよ。何そういう？醤油そうそう。納豆パン粉食べたい。ラーメンいくら食べる？ラーメン。マシロちゃんラーメン食べるの？うん。うん。とりあえず5個ぐらい頼んでてもいいじゃん。いや注文しみそうオーダー品ってああやって感じくんだ。パパがこれでいていたとこれツンツンできちゃうの。ガチガチとかできないんだけどこれできないよ。最悪これすごい。くら寿司がよかったの、うん、ガチャポンできるから。あ、いっぱい来てんじゃん。あれじゃない、あれ来る途中にツンツンされちゃうから見張ってないと。パパそういう事件があるとどうしても意識しちゃう。カポってしてくれてればカポッとしてても、あのカポッとしてるちょっとした隙間からこう中刺してたりする。あ、ママラ来たよ。サラちゃん、赤いのは取んない、赤いの取んない、下のは取んないって。あ、ちょっと行っちゃうよ行っちゃうよ。また来るまで待ってないけど。危ない。なんか見つめ普通に美味しそうで。いただきます。くつろちゃんラーメン食べよ、うん、いただきます。おいしい、うん、うまい、うまいって、うまい。もっと頼みなよ、どん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 。僕といただきます。あとは何、あとはうまっ、うん、で、どう、美味しい、うん。サラ君イクラ好きだからイクラ頼む。イクラ、イクラ、イクラ。どう、いた。じゃあお水持ってきてあげるね。お水いる人。今なんか汚ね、なんか、なんか汚ね。なんか入ってる。見せて。なんか入ってる。なんか汚ね。これと寿司の事件だ。お、イクラも来たんじゃない？イクラも来た、イクラも来た、マグロ。朝で入ったの？入ってないの？うまい。でもそらくん来てるから。よかったね。食べれる？あ、ラーメン来た、ラーメン来た、ラーメン来た。ラーメンだね。これ何？これキュウリ、キュウリもちゃんと食べてください。はい、どうぞ。お汁美味しい？美味しいですか？あ、ポテトも来たの？うん。どう、美味しいですか？目指し2着くらい。美味しい？うん。じゃあ、お皿の色で分けなきゃダメ。あ、お皿の色で分けなきゃ。食べないの？食べたいよ。なんか普通に回んないらしいよ。頼んだやつしか回んない。なんか届かないようになってる。海鮮ですけど、美味しそう。頼む？なんかちょっとシャリが、なんかちょっと豚が乗ってないやつ。え？これ。マジで？これ見るとさ、なんかないよ。どう？
誰かツンツンしたんだよ。え、ママ食べないの？ツンツンしたから倒れてんじゃないの？最初から。誰かしゃ。どうせバイトがやって崩れちゃったんじゃないですか。ラーメン美味しい？どう？美味しい。うまいラーメン。ちょっと見せて。食べる。食べる。マグロばっか食べる。マグロ。ライガニ。何が入れちゃうの。ナイス。わー、美味しそう、レモン。私、お腹いっぱいになったの？いくら食べる？ポテト大好きね。あちらね。とかも買ったの？僕も買ってないよ。僕も買ってんじゃん。ポテトか？マチラ。いくら、いくら、いくら。ここ、スシローよ。硬いんだよ。お湯だから。硬くした。おぶろ、おぶろ。かっこよかった。お、出た出た。ありがとうございます。うるさい。うるさい。うるさい。寝れない。あ、こぼちゃった。遊んじゃダメよ。いつもお腹いっぱいになったかって遊んじゃダメ。分かった？ね、周りに迷惑になるから。お家帰って遊ぼう。ね。分かった？食べたな。デザートもいらないのね。いらないね、デザート。いちごのケーキ食べんの最後。食べれるなんて本当に。お茶も食べて。マシのいちごケーキ来たよ。いちごのケーキ。はい、どうぞ。おいしそう。クレープもね。あ、いちごですか。うん、いいね。じゃあどれにすんの？じゃあどれにすんの？チョコのケーキ？うん。お、マシュマロ食べちゃったね。うん。あ？お口のものなくなってからお願いします。食べようかな、すみません。瞬殺じゃん。2歳とか3歳児が食べようかな。あ、それも取ってみます。しまってる、しまってる。え？おいしい？あ、りーちゃん、りーちゃん、りー、俺の周り、俺の周り。オープニングした、おいしそう。プリン。おいしそう。プリン。プリンだ。あげてください。すごい食べっぷりだね。美味しい？お腹減っちゃう。
入りますよ。お支払い方法を選択してください。金額を確認しお金を入れてください。おいしかった、みんな。まあ、結構食べたね。パパ抜きでママと子供6人で食べて、あの量だから。何皿だった？70から75、5皿ぐらいいってたんじゃないの。美味しかった。美味しかった。ね、どうなんだろうね。難しいよね。衛生面的にも見てね。喋ったりしてさ、そういうのが唾も飛ぶよね、あれは。そういうの考えたらもうなんか変わんない気もしたしもないけどな、パパは。まあ、ペロペロするのは論外だけどね。それは。人の目がつかないっていうところでね、そういういたずらもしやすいってところだよね。店員がね、監視役とかいればいいのにね。真ん中に立ってるとかね。そう、レジとかもそうだけど、会計の時も全然人いなかったじゃん、あんまり。ただまあ、注文制になってたよね。回転寿司でも結局は。握った寿司が回ってることはなかったもんね。うん。固くなっちゃうのかな。え？寿司ローご飯硬かったの？ちょっとカピカピになったご飯みたいなところがあった、マグロで。中だけだ。そうマジで。クオリティを求めに行くもんじゃないからね、金額的にね。安くて、誰でも利用できて、質の悪いユーザーがどうしてもそういうところに通ってしまうってところで、こういう問題が起きちゃったってところじゃないの。今後ね、回転寿司系がどうなっていくかだよね。他のね、回転寿司系のチェーン店もね、ね、いろんな対策がね、求められると思うしね。っていう意味で、どうなんだろうね。難しいとこだよね。だからこの時代に回転寿司行きたいかって言われちゃうと、もうそもそも行きたくなかったっていうところもあるけど、なおさらね、しかもああいうことをやってる人たちがいるとなると行きたくなくなっちゃうっていうのは確かにあるよね。何するのか分かんないからまあでもね、美味しく食べれたしね。まあコップがちょっと汚かったりとか、洗い残しとかね、ちょこ多少あったけどね。ペロペロは論外にしてもね、スシローもスシローでちゃんとしなきゃいけないところは何点かあったなってところもあったよね。うん、ああいうのは改善してほしいな、さすがに。ご飯硬いところ。あ、そうね、ご飯硬いところとかも。でも美味しかった。まあ皆さんもね、ぜひスシロー行ってみてください。また来週。